皆さん、こんにちは。今回もまた、中央線快速のグリーン車についてのお話です。当チャンネルでは、首都圏の普通列車グリーン車に関する話題をたびたびお送りしていますが、個人的に、この2階建ての車両がついた、長い編成の走る姿がとてもかっこいいと思いますし、5分10分も待てば、リクライニングシートの座席がついた列車にすぐ乗ることができるというのが、本当にすごいことだなぁと思って、いつも使っています。中央線にも近い将来、既存の車両に2両、2階建てのグリーン車が連結される予定です。このグリーン車は、2両で180席あるそうで、これは、だいたい3両編成の特急列車の座席数に相当します。ということは、サービス開始後は、朝のラッシュ時などは、2分ごとに、このような列車が、追加でやってくるようなものということになります。とっても便利になるのが想像できますね。さて、その中央線へのグリーン車導入ですが、多くの電車が走っている東京高尾間のみならず、これまで座席有料列車が多く走っていない青梅線、そして中央線も高尾から先大月までの区間にも導入が決まっています。今回はそのうちの高尾大月間のグリーン車導入について取り上げたいと思います。高尾から西の中央線には30分に1本ほど、都心と山梨県や長野県の各都市を結ぶ特急列車と、各駅に止まる普通列車が走っています。特急列車は、東京や新宿を始発、終着としていますが、普通列車の多くは高尾になっています。中央線の普通列車は、こちらの211系が使用されています。高崎線などで走っていた車両が房総に行き、それが、さらにやってきた2路線落ちの中古車で、最新の車両が使われている特急や快速線とは対照的です。高尾発の列車の運転範囲は、甲府、小淵沢までが多いですが、中には、あずさの終点、松本やさらに、その先、長野まで直通する列車もあり、首都圏を出る普通列車の中では、一番長い距離を走る列車の一つになっています。そんな高尾より、西の区間に、時々、中央快速線のオレンジ色の電車が入ってくることがあります。大月までの普通列車のグリーン車は、この車両で運転される中央快速線直通の列車に限り連結されます。現在は、朝夕の通勤時間帯のほか、昼間の時間にも何本か運転があります。山梨県東部の地域には、比較的新しい住宅地が点在し、都心や多摩地域で働く人のベッドタウンになっています。都心からは距離があるにもかかわらず、特急はすべて通過してしまうので、ロングシートの電車に長い時間揺られるしかありませんが、グリーン車がついた列車が大月まで来ることにより、この地域の乗客にも着席通勤のチャンスが一気に増えることになります。またこの直通列車はラッシュ後の午前中や午後にも設定されています。相模湖、陣馬方面へのハイキング、さらには富士方面への観光に、午前中の上りは週末の都心へのレジャー、お買い物に、現在も便利な列車ですが、これにグリーン車が連結されれば、付加価値がさらにつきそうです。普通列車グリーン車は、古くは戦前に横須賀線に連結されて以来、東海道線や高崎線、宇都宮線、常磐線といった都心から郊外へ走る中距離の普通列車に順次連結されていきましたが、中央線の普通列車は90年代前半に新宿まで直通の普通列車が廃止されて、高尾以西のローカル輸送に専念したこともあり、これまでグリーン車の連結はありませんでした。
中央快速線の大月直通は、新宿まで直通していた普通列車の代わりに運転されているものです。中央快速線のオレンジ色の電車は、昔の分け方で言うと近距離の電車で、高尾伊勢の普通列車は列車なのですが、この大月直通の電車は、高尾で列車番号が変わります。東京と高尾の間は快速電車で、高尾から西は普通列車として運転されています。ということで、中央線の普通列車にも、ついに他の線区の普通列車と同じく、2階建てグリーン車がやってくることになりました。山間部の人口の少ない地域を走ることで、15両編成で走る他の普通列車に遅れを取りましたが、少し追いつくことができそうです。今から2階建てのオレンジ色の列車が緑の中を走る様子を見るのが楽しみですね。最後に、以前中央線を走っていた2階建て車両215系からの車窓をご覧いただきながらお別れします。中央線で普通列車グリーン車に乗るのが本当に楽しみですね。本日は最後までご覧いただきありがとうございました。